平野紫し神宮じん太たとべえ、べどうもファン複雑複雑。キンプり時代の面からに触れぶつぎ。7月7日の七夕に、滝沢秀明氏の新会社、株式会社戸べ、の公式 YouTube チャンネルで生配信が行われ、元キングピンス以下、キンプりの平野紫よ神宮んぐ太たが登場した。2日には、 今年5月2日付でジャニーズ事務所を退所した元 V6 の三宅健が同社から再スタートを切ることが明らかになり、同月22日をもってグループ脱退ジャニーズを辞めた平野と人流時の合流も業界内外で噂されていたが、この度の生配信で正式発表。しかし、ネット上のジャニーズファンたちは手放しでは喜べないようだ。 二人は7日午後7時からトべの生配信に出演。揃ってカメラの前に現れた後、まず平野がこうして新たな気持ちで皆さんにご挨拶、そしてご報告できることを大変嬉しく思っています。そしてファンの皆さん、大変お待たせしました。今後も楽しい時間、空間を作っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。と述べた。続いて、 神宮寺はカメラに向けて笑顔で手を振り、こうして本当に素敵な日にね、こうして皆さんと再会できたことを本当に心から嬉しく思っております。新たな場所で皆様と一緒に素敵な景色を見たいなと思っているので、皆さんぜひ引き続きよろしくお願いいたします。と挨拶。その後、一問一答コーナーが行われ、司会者から新たなスタートです。 何をやりたいですかと質問を受けた平野はこれを語らせると後配信2時間ぐらい行くんですけど大丈夫ですかねとおどけつつファンの皆さんと僕たちでとにかく楽しくクリエイト面でも突き詰めたものを提供して素敵な時間を作っていくことがやりたいことですとコメント。神宮寺がいろんなクリエイティブな形があるもんね。と合図地を打つとまだやったことないこともいっぱいあるので。 いろんな顔を見せていきたいなと思っています。と、改めて意欲を示した。また、今後どんな景色を見せたいですかとの問いには神宮寺が僕たちが発信するエンターテイメントを日本の皆さんと一緒に世界の人たちに笑顔を与えられるようなそんな景色を皆さんにも一緒に見せたいなと思っております。との目標を掲げた。具体的な活動に関しては、コンサートを積極的に行い、 他にもファンと会える機会を作りたいと展望を語った二人は生配信終了後にそれぞれ個人のインスタグラムアカウントを開設し同日午後8時に平野市用神宮寺勇太名義のファンクラブの入会受付がスタートするとも告知そんな中終盤では一足先に株式会社と米の所属を表明した三宅が花束を持って登場お帰りなさい はい、シンクね。はい、ターコイズブルーね。と、二人にそれぞれの色味の花束を手渡したんです。実は、これは金プリ時代のメンバーカラー。馴染みある色合いに、本人たちは、シンクのお花、いただきました。平野の、ターコイズブルーもいただきました。神宮寺、と、満面の笑みを浮かべていました。ジャニーズに詳しい記者。 平野紫耀神宮寺んぐうじゆり時代のメンバーカラーに言及で半平野と神宮寺のトーベイトベイリー確実視されていただけに今回の配信は大きな注目を集め終了時点では100万人を超える人々が見守っていたた。ネット上のファンたちは、二人が同じ事務所で再出発できたことが嬉しい。紫輝くんじんくんを信じて待って、たよ。タッキー社長。 飛べの皆様、本当にありがとうございます。紫輝くん、神くんを帰りなさい。二人の新しいエンターテイメントの形を楽しみにしてます。応援させてください、と歓喜。しかし、金プリといえば平野や神宮寺、岸優太、9月30日付でジャニーズを退除予定の脱退後、高橋山と長瀬角が二人体制で活動を継続している。 それだけに、祝福の声がある一方で、久しぶりに紫輝くん、ジくんのやりとりが見れて嬉しかった。でも、やっぱり5人じゃないことが悲しい。レンカイの私にとってはやっぱり寂しい。ジグヒラ、おかえりだけど。コンサートをやるのなら、それは金プリでもできたことでは今までと同じように国内で活動するなら金プリをやめたい意味がわからない。 残った二人が可哀想、などとネガティブな意見も目立つ。また、生配信でかつてのメンバーカラーに言及したことを受け、ツイッター上ではすぐさま、シンクとターコイズブルーがトレンド入り。金プリ時代の名残を喜ぶファンは多いが、金プリもジャニーズも捨てたのに、メンカラは思いっきり引きずってるじゃん。メンカラを継続して使うのはまずくない もうジャニーズでも、キンプリのメンバーでもないのに、あの色はキンプリの時の二人の色であって欲しかったキンプリの歴史を飛べに持っていかないで、といった批判コメントも上がり、物議を醸すことに。ちなみに、二人のオフィシャルファンクラブ、FC の会員登録ページにアクセスすると、それぞれのイニシャルから取ったと見られる HJ のロゴが表示される。 FC 自体も共同のため、ロゴが HJ なんだけど、これはユニット名じゃないよね。ユニット名は HJ なの時になっている人は少なくないようだ。こうして賛否両論が飛び交う出発となった平野と神宮寺。批判もあるが人気ぶりは健在で。 飛べオフィシャル、名義のツイッターアカウントは7日午後8時8分に、弊社 HP 及び平野神宮寺オフィシャルファンクラブサイトにて、アクセス集中に伴い、待ち時間が12時間以上となっております。一部のお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、しばらく時間を置いてから再びアクセスしていただきますよう、お願い申し上げます。原文ママ、とツイートしていたほど、 株式会社戸辺の公式 YouTube チャンネルで行われた平野市用と神宮寺雄太の再始動に関する生配信は多くのファンの期待を背負いながらも一部のファンの間で複雑な反応を引き起こしました。二人は新たな道を歩み始めると宣言し、 ファンに楽しい時間を提供することを約束しましたが、一方で彼らのキンプリ時代のメンバーカラーの使用に対する批判も高まっています。これからの二人の活動には注目が集まるとともに、彼らの新たな道に対する期待と懸念が高まっています。トベの今後の展開にも多くの人々が注目していますが、ファンの支持は変わらず継続されています。